こんにちは。四名字太極拳の指導をしている笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。コメント欄でリクエストがあった百花拳の動きについて説明したいと思います。まず、私の教室で12週目にね、K 先生の教室は11週で、24の部分稽古をやってしまうので、11週目に21、22、23、24とやってしまうんですけれど、山梨の私の教室は12週かけて、24式を2つずつ稽古しています。そういうわけで、23、24の時は、百花拳を教室でやるようにしています。狭い教室でもなんとなく、こう、ちょっと歩幅を狭くしたりしながら、やっています。楕円になったりして、で、やっているんですね。なので、その時に説明する方法をとって動画を撮りたいと思います。そして24式の後半の部分ですね。それを百花拳というんですけれど、ちょっと最初と最後が違いますね。そして、円になってやります。教室の皆さんと丸くなって円になるんですけど、その時に、ご自分の右の人と左の人を確認してもらいます。この左右は、例えば後ろを向いちゃった時は、左右が逆になりますね。でも、最初に決めた右の人と左の人っていう風に認識してもらっています。それから、円の中央に向かって動く動き、それから円の外にね、向かって動く動きと、それから円に沿って左に動いたり、右に動いたり、という動きがあります。それをまずね、確認してもらって、円の中心に、なんかちょっとその日に、どなたかが持ってきていた、かわいい水筒みたいなものを中心に置いて行います。ちょっとやってみましょう。私一人だから円の説明になるかしら。まあ、喋りながらやります。円の中心を何か決めなきゃいけないですね。うちのこの置物猫ちゃん。これが、まあ、円の中心だとします。猫ちゃんの顔入ったね。はい。まず礼をします。足を肩幅に開きます。右足軸で左足を肩幅に開きます。ここできちっと立前の姿勢整えましょう。右手の上に左手拳を作ってトンと打ち鳴らし、顔前返して頭上です。ゆっくりと小指から開きましょう。右手の下に左手を差し込みます。右手をグーにして、トンと打ちつけ、顔前返して、頭上、小指から開きます。一度胸の高さ、手を引き寄せます。三角を作って、感化、関空ですね。この時、空を見上げましょう。三角から空を見ます。丸く手を下ろしましょう。お花を咲かせ、空を見上げました。それを感化、関空と言います。ここから一式チーシー。手を肩の高さ。緩めて、ここから9式に移ります。左に、右手を後手にします。左手、左足を寄せます。円に沿って動きましょう。左の人の背中に向かって、ダンビエ。ここからユンショウ。左の方に円に沿って動きます。左の人を見ます。足を寄せて、今度は右の人を見ましょう。左の人を見ます。右の人を見て、
二歩目、左の人の方を見て、右足をちょっと後ろに引きます。これちょっと邪魔だ。後ろに引きます。小指から、右手後手、左手、左足を寄せ、円の中心の猫ちゃんに向かって、ダンビエ。左足軸、半歩寄せ、右足軸、円の中心に向かってみんなでガオタンマを行います。差し込む手、刺す手、返して左足を上げます。一歩前進、十三式円の中心に向かって、ヨウドンジャオ。膝横払って、十四式円の中心に向かって、サンファンガールです。転身、180度転身をします。右足軸、左かかと打ち、ぐるーっと円の外に向かいます。右つま先打ち、重心右足、丸く手を下ろし、円の外に向かって残心、ゾドンジャオです。左足の等脚、足を寄せ、円の中心に右手後手です。左足を円の外に向かって出します。つま先かかと、左つま先円の外に、左手左足沿うように、後ろ足修正、右手後手、左つま先を開いて、右手で右足を上げましょう。つま先着地です。円の中心です。左手を後手にして、右足を円の外に向かって出します。右手右足沿うように、後ろ足修正、右つま先開く。ちょっと部屋が狭かったですね。払いながら左手左足を上げましょう。先ほど右隣の人の方に着地します。木のボール。この逆回りになりますね。ユンショウと。右隣の人の背中に向かって18式のチャンソーです。また、右隣の人の背中の中心に向かって18式のチャンソー。そして半歩寄せて円の中心を見ます。右手で左足を引き上げ、19式は円の中心に向かってハイディーゼンです。猫ちゃんを見て、左足を上げ、シャントンペイも円の中心に向かってシャントンペイをして、そこから転身をします。右足軸、左つま先打ち、ぐるっと懸案、懐引き寄せ、先ほど左隣だった人の背中に向かって、バンランチュイ打ち込みます。左隣の人の背中に向かって打ちます。袖下を払うルーフェンシービー、手のひら上、引き込み、下を押さえ、胸の高さから相手の左の人の背中に向かって押し出します。右足軸、左つま先打ち、円の中心、向かいます。下からのシーズーショーですけど、ここで手のひらを自分の方に向けて横に開き、左右に手を下ろします。左足を寄せ、礼をして終わりです。わかったかな？なんかちょっと一人で百花拳やるの難しかったのと、ちょっと部屋がね、バランスボールとこの卓球台がちょっと邪魔して動きにくかったですけど、まあ、とにかく、円になってやるので、これもね、何回か大勢集まった時に練習するとね、まあ、回数重ねていくうちに覚えていけるかなと思います。まあ最初と最後がちょっと違うけれども、
あと後半の24式がしっかり頭に入っていれば、だんだん動きがわかるようになるかなと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもね。では。